おはようございます。おはようございます。はい、ということで、カモマテリア、はい、マテリアの坂部五郎です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、おはようございます。2回目です、ね、そうですね。爽やかな、はい、爽やか、めちゃくちゃ爽やかですよねまあめちゃくちゃ爽やかですよ、ね、言いながら僕ビール持ってるんですけどね、はい、ちょっとラフな感じ。ちょっと今日ちょっと朝なんで ね朝のね、お休みモードの朝みたいな感じでちょっと、はいはい、飲みながらっていう感じ、という感じでございますが、はい、はい、実はね、はい、あの例のやつ、例のやつ、このコロコロするやつ。あ、これですか。そうワイヤレスヘッドホンはいはい、はい、こう3週快適、3週間引っ張ってますけど、快適でしょ。超快適なんですけどいや本当にね、あの普通に会話できるし、はいはい、あのハンズフリーですごいいいなと思って。そうですね、いいんですけど、うん、昨日ね夜にあの帰る時に、はい、ちょっとしながらあの電話してたんですよ、はい、そしたら、ポロッと落ちましたで夜でしょ、落ちるでしょ、夜でしょ、はい、ちっこいでしょ、見えないですね。いやもう慌ててこの iPhone のライトでこうした照らしながらこうやってって、うん、まあなんとか見つかったんですよね、はいはい、でニュースで言ってたんですけど、JR 東日本で、はい、あの線路にワイヤレスヘッドホンを落としたっていう件数が先月1ヶ月間でなんと950件あったらしいです。950件。東日本、まあ西日本はあのそういうニュースが出てなかったから僕知らないですけど、東日本だけですなげてる。だけですなげ、だから日本全国で言ったら、うん、まあどんだけ言ってんやろうなって感じですよねまあ流行りもんなんでね、みんな使ってるんでしょうけどね。そうですね。いや、やっぱりでもね、うん、あのなんかの拍子にふってこうなんか顔に力が入るみたいなことがあるとちょっと落ちるんですね。もしくはあの急激に体勢変えるみたいなのがあると、はいはいはい、多分ポロンっていくんでしょうね。そうですね、何もカバーないですよね。そうなんですよね、うん、まあ、そういう意味で言うとやっぱりワイヤレスじゃなくてあのワイヤーつけとかなあかんのかなってねえ、なんかメガネ、ね、なんかメガネみたいにかけたりしたらいいかな。ああ、耳にかけるやつだね。ありますよね。でもね、昔あの耳にかけるタイプのヘッドホンやってたんですけど、はい、あれだんだん耳痛くなってくるんですよ。はい、挟んでるところがだんだん鬱血してくるのがすごい痛いです。うんうん、そう、まあいろいろ一丁一短はあるんですけど。でもその落ちたらあれですね。大変です。取る方が大変ですね。いや、だって線路でしょ、はい、敷石でしょ、はいはいはい、敷石よりちっちゃいやつが敷石の間に挟まってるわけですよね。そうですよね。で普通取ろうと思ったらなんかこんな長い棒の先にこう手ついてるマジックハンドみたいなやつでこう取るらしいんですけど、 UFO キャッチャーより難しい。めっちゃむずいっすよね、絶対難しいですよね。いやだからあの石と石の間に挟まってたらもう絶対無理でしょはい、はい、大変らしいですよ。だからあの結構ね、業務終わってから、はい、要はあの最終電車が行ってから、あでしかもね、どのあたりしか分からへんわけだから、はいはいはい、どこって見てるわけでもないし、ライトで照らしながら一個一個こう石どけながら見てるみたいなそれ大変ですね。大変みたいですね。で文句言う人もいるかもしれない、ね、いやなんでないねみたいなね、なんでないねってお前が落としたから、ね、うん、そう絶対いろんな人いますからね。いや、ね、大変だと思いますよ、うん、まあなんかワイヤレスヘッドホン1個のことなんですけどついつい3週も引っ張ってしまったんですけどねなんかまあいろいろね、またそんだけ使ってる人がいるってことですけどね。そうですね、うん、便利ですね。いや便利は便利です、確かに。あの優先はちょっとね、はい、いろいろ引っかかる、ね、引っかかるからね、はい、僕もよく引っかけてましたそうなんですよ、はい、まあまあそんな話題から始めてみたんですけど、はい、はい、前回から始まっております、はい、カモンマテリアル、ありかなしか、はい、はい、ありかなしかです、はい、そして今日第2回目なわけなんですけども、はい、はい、第2回目ですね、やってまいりました、はい、挑戦者、はい、お呼びしたいと思います。はい、はい、川本さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあこちらの方に座ってください。どうぞ。まあ、あの僕がこのね T シャツを着てる時点でどうもそういうことなんですがはい、はい、自己紹介どうぞ。はい、西成ドラゴン映画祭という映画祭のね主催してる川本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日はその西成ドラゴン映画祭がね、はい、11月の、21、22、23ですね、はい、この3日間開催されるので、まあそれをですね、このプレゼンの中でしっかり喋っていただこうということで来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、来週ですからね、もうね。来週ですね。来週ですね。いよいよ来週ということになってますので、はい、話していただきたいと思うんですが、じゃあ判定人の方もちょっと入っていただいて。はい、まあ、あのこの、番組というかこのコーナーですね、一応プレゼンを10分間していただいて、はいはい、でその10分終わったらこの後ろに控えてる判定人が判定するという。
そういう流れになってますんで、しっかりとプレゼンをしていただきたいと思います。わかりました。はい、それでは、用意はよろしいでしょうか。はい、はい、それではありかなしかスタート。はい、どうも西成ドラゴン映画祭。この映画祭はですね、今回で6回目かな。はい、で、あのドラゴン映画祭っていう名目ではね、2016年に始まって、最初は京都、京都で、はい、次は大阪府羽曳野市、ほう、で3回目が浪速区、大阪市の浪速区、はい、ソルトバレーっていうところ、はい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 、やってますね、4回目も一緒のところ、はい、で5回目が、うん、何はこれも同じく何はこの、はい、スーパーワールド、スーパーワールドね、この T シャツをね、これですね、はい、で今回6回目は、はい、もう町ごとで行こうということで西成の町を、すごいね、うん、今回はね会場、はい、4会場かな、4会場、はい、うん、で、やります、はい、でいつもね日浦監督にも、はい、もう今回出場ならば出場で、ね、はいはい、4回目ですよね、4回目なのかな、はいはいはい、うん、もう、うん、もう常連というか常連、はい、ね、はいはい、はい、ありがとうございます。で僕の映画祭というのは、まあ、あのヒーロー監督もご存じのように、はい、審査とかは一切しないです、しないですね、うん、はい、僕と出会ったら OK みたいないやいや、もう一個すごい大事なやつがあるでしょ。そう、うん、ありますね、そうそう、ありますね、このこうコンセプトはね、こう過去の作品をね、こう眠らしちゃダメだということで、うん、基本過去の作品を持ってきてくださいと、うん、と言いながらね、やっぱり新作があった方が盛り上がるんで、たまには新作もそうそうそう、僕新作で行きましたからね、頑張ってくれましたね、あの売上げの話、いやいやいや、こちらこそありがとうございましたでもね、基本はその過去の作品をね、最近ね、やっぱ映画ってこう、うん、すぐね、うん、撮ったら次撮るという多いじゃないですか、はいはい、まあ、それも僕はいいと思うんだけど、うん、僕はあんまりその好きじゃなくて、うん、じっくりとやっぱり撮った作品をいろんなところで上映して、うんうん、いろんな人見てもらった上で、うん、次に撮りかかるっていうふうにした方がいいんじゃないかなと思うから、うん、まあ、しっかり過去の作品をね、はいはい、大切にしてほしいという意味で、まあ、この映画祭が始まったんですけど、はいはいはい、なので審査はしないです、うん、もう時間が長くやろうが長くやろうが長かろうがはい、はい、短かろうが、うん、ジャンルも問わないし、はい、うん、何でもいいよと、うん、で、まあ、ただ、ルール、まあ、必ず監督が来て、うん、自分で再生ボタンを、そうなんですよ、そうなんですよ、だから必ず監督に会えるんですよね、まあまあ、そう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 、はい、で、まあ、監督はもし何かの事情で来れへんかっても関係者、はいはいはい、役者さんが押すなり、はい、だから僕らは一切しないよと、ですよね、はい、まあ、ただチラシ作ったり、うん、場所を確保したり、うん、まあ、機材、最低限の機材を僕らは用意して、はい、それはするけど、うん、主催者側で、うん、まあ、僕は監督はゲストと思ってないんで一緒にやんないんですよ、はいはいはい、あのね、これゲスト感覚で呼んじゃうと、うん、みんな宣伝してくれないんですよ、そうなんですよね、本当に本当によく分かる、そうだ、でも、うん、ノルマとかつけたくないから、うん、一緒にやんねんでと、そう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 、なので再生ボタン自分で押しに来てやって、何かトラブルあったら、うん、もう知らんでってそれもう勝手に自分の方で映画祭全体のトラブルは責任取るけど、個人の上映のトラブルは取らないよ、はい、それそうですね、うん、で、まあ、そこで枠だから、要するに上映場所と上映枠は好きにも与えるので、うん、好きだって、はいはい、だからもう何年か流してもいいし、うん、しゃべりが長かったもいいし、うん、まあ、歌歌ってくれてもいいしっていうのが、まあ、僕の映画の、うん、映画祭の醍醐味かなと、うん、なるほど、うん、まあ、実際あれですもんね、なんか音楽アーティストというかそのね、その出演もあったりとか、そうそう、今回もね、うん、6組ぐらいかな、うん、ミュージシャンとパフォーマーも出てもらって、はい、ね、うん、やるんで、もう毎回ワイワイしててすごい雰囲気の、そうですね、でも今回ほら、うん、今までほら第1棟でやってた、ああそう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 スパールドも、うん、その建物1棟で、うん、そこでほら部屋分かれて、はいはいはい、なんとなくまともにやったけど今回、うん、バラバラやからね、バラバラやからバラバラやからね、もうホテルとか公民館とか、ね、インベントスペースとか、うん、もう結構距離離れてるし、ね、でもまあ西成の中なんですけどね、うん、そう、だからどうなんのかな、でも初めの試みやから、ね、めっちゃクレームとか入ってくるんやろな、それほんまなんか笑顔でごまかそう基本笑顔やもんね、基本笑顔で、うん、ごめんそのくらい安売りしてええやんみたいなっていう感じでこうごまかそうかな、はいはいはい、まあ、ただ今回はね、うん、まあ
ヒロ監督も大好きな。そうなんですよ。もうめちゃめちゃ俺ワクワクするんですけど。うん、はい、坂本選手。そうなんですよね。僕ら世代はね。ね。バリバリの。もうドツイタルネンがあり、うん、大手があってとかね。そうそうそう。もうめちゃめちゃ 大好きな監督なんですけど。来ていただけるのと、はい、まあ、当然坂本監督も自分の最初も出させます。そうでしょ。そうでしょ。俺それがすごいなと思う。そこは遠慮ないからね。うん、でもう一人。うん、まあ、これはね、ドキュメンタリーの大御所、はい、世界的にも有名な、はい、原和夫監督、はい、雪雪で進軍という映画を持ってきてもらう、はい、これを三角公園流そうかって言うてるのにバカな どうするんだ、何か起こったらいいのにほんまや、やばいやばい、うん、で今回はね、そういう大物監督もね、うんうん、やっぱ来てもらうのと、はい、で今までね、レギュラーというか、うん、の平監督も来てもらう、はい、うん、今回ね、結構ね、ニワトリスターとかね。おお、はいはいはい、ニワトリスターね、はい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 、ね、あとね、今回ね、あれなんですよ、うん、まだいきます、大丈夫、あと4か、結構あるな結構あるよ、あとね、あれなんですよ、うん、今回は3日があるんですよね、はいはいはい、3日間ね、うん、はい、21、22、23、はい、で今までは1日やったじゃん、そう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 、でも今回なんで3日やったかというと、うん、ただの悪ノリなんだ。そうなの。悪ノリだ。3日がやっちゃうわみたいな。まあ、何かというと、ちょっと今回の共同主催してるんですよ。はいはいはい、そうそうそう。はいはい、まあ、この間お会いしました。僕と、はい、武田君、はい、ドキュメンタリーの武田君。ほんでもう一回、アースっていうカフェがあるんですね、はい、西谷に。で、そこの店主と、はい、この3人で合同でやってるんですよ。で、まあ、それもあって、うん、まあ、3人で合同でやったらスタッフも多くなるし、いけるやろっていう、あれ飲みの中の飲みで、何の根拠もなしだったんですけど、で、その中の1日、うん、22日が、はい、これが西成と新世界を舞台にした映画ばっかり集めてる。はい、はい、はい、はい。で、日浦監督のやつもね、はい、そうです、ナンバー屋で撮ったやつもあって、はい、そうです、そこにも出してもらうし、なんせあれね、ナンバー屋のとか、僕だけのフライミートゥーザムーンっていうやつなんですけど、うん、これがね、ナンバー屋の前のナンバー屋なんよ。そうなんですよね。前のナンバー屋で撮ってるから、前のナンバー屋知らない人も知ってる人も、うん、あのナンバー屋見れるのはこの作品だけなんですよ、ね。だからね、ナンバー屋っていうのが今、まあ、もう今改装なんですよ。改装になっちゃって、ね、そうで、そこで、まあ、要は映画ってすごいですよね。そういう意味で記録を残してるて、うん。そう。僕もね、映画カバーっていうの撮ってるんですけど、うんうんうん、ソルトバレーも潰れたじゃないですかめっちゃ使ってるよね、あれね僕も一応俺ソルトバレーや思いながら見てて、俺あれ映像で残しといたったでそういうのもあり、うん、で、その、まあ、真ん中の22時中日にその、まあ、石原監督と、はいはいはい、大阪少女とかね、はいはいはい、あと里に来たらええやん、はいはいはい、知恵君とか、そういう人らがね、うん、まあ、ほんのいっぱいあるんだけど、ちょっとパッと出てこないですよ。チラシ持ってきとけよ。今持ってきてたよ。そうそう。で、そういういろんなね、うん、まあ、太田監督、解放とか。はいはいはい、解放区。いろいろあるんだけど、うん、でその中で、うん、こう、今回はトークショー。うん、西成を舞台に、まあ、撮る意義とか、はいはい、なんで撮ったんかとか、うん、まあ、そういうのをトークショーもしようかな。うん、だから多分、まあ、みんな西成撮ってるから、まあ、ある意味ライバルじゃない、うんうんうん、だからすげえ喧嘩とか起こるんちゃうかな俺も酒飲んで笑ってみてよ主催者主催者そういうのもね、うん、あって、はいはい、まあ、まあ西成の街ってね結構 7本8本も過去で言うたら、ね、はい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 、どんだけやってんのかしら、うん、結構撮ってるじゃないですか、撮ってる撮ってる、うん、撮ってます、まあ、僕もカバーっていう映画西成みたいに撮ってるんで、うん、ね、そういうのも前で一回そのやってみたかったんですよ、うん、で武田監督で意気投合して、うん、じゃあ一緒にやろうってなって、その1日だけそれしても面白くないから、うん、そのまあ、3日間やったのはその前後は一般映画、うん、一般映画ちょっとおかしいけどなんていうのかな、うん、もう西谷とか関係なしに流してくださいねっていうのでやろうってなったのが、まあ、それが3日の理由なんですけど、はいはいはい、うん、まあ、だからそんなんでね、今回は、はい、盛りだくさん、盛りだくさんですね、うん、でも西内でやるっていうのもあるし、うん、もうトラブルも盛りだくさんでしたね去年ほら台風でアウトやった去年台風でアウトやったね、うん、であと、うち の吉尾が、うんうん、満員御礼で入場制限がかかったっていうね、じゃあ それは前々回で、ね、前々回で、そうよ、そうよ、それは分かってるけどね、うん、それは分かってるけどね、だから前々回もそういうトラブルもあり、うん、前回は台風でトラブルが、だってあれ大変やったんが、見に来てってお願いしてた人が入場制限で入られへんかったって。ちょっと制限はかけてへんで、ね、かけてへんけど、うん、もう入りきらへんかった。うん、そう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 。だしね、そういうのも、うん、なんていうかな、整理券もやっぱ出さへんかったし、ね、課題はね、いっぱい、あ、そうね、映画祭ってあるんだけど、ね、はい、
はい、なんかね年に1回あるじゃないですか、はい、でその忘れてしまうんですよね前の回は今回は、うん、今回はね3人いるからね3人いるからねきっと大丈夫でしょう。はい、残り10秒です、はいはい、こんな感じで2歳ドラゴン野菜11月21、22、23前夜祭20日20日やりますので皆さん来てくださいお願いします。はい、はい、終わりました最後に駆け込んだね最後に駆け込んだ、ね、10秒言うた瞬間にいきなり言い出したよねこのままダラダラ喋ってまいそうはい、まあそんな感じですね、はい、まあまあ僕もね、まあ、出品してるんで、はい、たくさん来ていただきたいと思いますし、今回あれなんですよね、吉尾に関してはあの劇場公開版なんで。お、すげえ。そうだからいいですか、劇場公開版の前に、まあ、いや劇場は1回公開してるから。あ、そう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 、でそれを、今回映画祭では初めて出すから。なるほど、一般的とかそういう、そう劇場じゃないところでやるところでやるのは初めてなんで。なるほど、はい、まだあの劇場公開版見れてない人はぜひ見に来てください。あ、いいですね。ちょっとだいぶあの音とか効果とかが持ってる感じになってるんで、ぜひぜひ見ていただきたいなというふうに思ってます。それは楽しみですね。はい、皆さんぜひ来ていただきたいと思います。さて、それでは一応これ判定入れとこないからね、はい、どういう基準で判定すんねやろこれどうすんねやろね。はい、では、皆さんよろしいでしょうか。はい、はい、この、プレゼン、ありかなしか判定よろしくお願いします。せーの、はい、はい、はい、丸でした。ありがとうございました。別に何もないから別に何もないから、なんかプレゼンターとか全然ないんで大丈夫です、はいはい、まあまあとりあえずあのビールで乾杯でもして、はい、ありがとうございます。はい、いや、なんちゅう言えないはい、ということで、監督、監督ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあ、よかったらそのまま後ろでちょっと、はいはい、探してもらってればと思います。ありがとうございます。はい、はい、はい、では、あゆさん。はーい、おはようございます。おはようございます。2回目見えました。見えたね。はい、はい、店舗からのお知らせに参りました。はい、そうですね、今日ゆっくり言えるから。そうですよね、だいぶゆっくり言えるからいつもわーって言ってますから。そうそう、ものすごい焦ってるから。はい、はい、16日、11月16日に、はい、いつか見た映画の会のライブ配信がございます。ライブ配信、ライブ配信をしてるんですね、各週で。で、それのライブ配信がありまして、はい、ぜひぜひご覧ください。はい、はい、そちらの後にプチラッシュがあるので、うん、走る。おー、なるほどなるほど、なるほど、はい、走っております。ついでにそのままライブしたらライブしながら走る。はい、普通に走ります。はい、はい、はい、その後にプチファイトがございまして、はい、バイオハザードをやっております。あのテレビゲームのバイオハザード、まあ、続きをずっとやってて、うん、最後までやりたいなと思っていて、うん、プチファイトができました。それは、ね、あなたの個人的な話ですか。店長とあの、はい、あのお坂部さんと、はい、あのアニさんで、はい、何お前らここでそんなことやってんのか。みんな読んで読んで、いやいやそうじゃなくて、はい、2人でやってるって明らかここでやってるから。そっか、なるほど。気になるじゃないですか。気になるよね。はい、今ねちょうど前半が終わり、前半終わったよ。終わるかなっていう。ああ、まだ終わってないね。はいはい、なので一番面白いところなんで、はい、ちょっとね、はい、最後までやってみたいなと思っておりますので、はい、ぜひぜひ皆さんと一緒にやりたいので、はい、はい、ぜひぜひお越しください。はい、はい、で20日金曜日にボードゲーム大会がございます。お、はいはいはい、お昼ゲーム大会となっております、はい、トーナメントか、まあ、総当たりかで、対戦しておきたいと思っておりますので、お時間が19時から21時までとなっております、はい、参加費が1000円プラスドリンクのオーダー制となっておりますので、じゃんじゃんお越しください。そのボードゲームは何か決まってるの。はい、オセロです。オセロだけで今回は対戦していこうと思います。あ、なるほど、はい、なんかトーナメント形式か総当たりかリーグ戦かなんか、はい、来ていただいた人数で、はいはい、トーナメントにするか総当たりにするかっていうのを決めたいと思っております。なるほど、はい、だからたくさんの人にね来ていただきたいなと思っております。なんか天井カメラかなんかつけてなんか中継どうしようね。そうですねあ、いいかもしれないほうほうほう、はい、ウェブカメラこう上に映って、ね、このあの白と黒がこうひっくり返してる。そうそうそう、うん、いいかもしれない、うんうん、4台あるんですよ今。何が。オセロの
あ、オセロの、あのボードが、ボードが、あ、4台もあるの。4台あるんで、8人同時にできるので。8人か、それも見ものかなって。頑張ってそれ2人でこう一個一個変わりながら、ね、8人でした、ね、8人ピアノ、はい、並んでずらっとそう、はい、やってみたいなと思っておりますので、はい、ぜひぜひお越しください、はい、お待ちしております。はい、はい、今日はこれで終わります。あ、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、それでは、映画のコーナーですね。高橋さん、はい、今日めっちゃゆっくりやな。はい、おはようございます。シナコメゲーター高橋宏之です。はい、ゆっくり言いますね。はい、シネマ to you よかったよかった今日はね。はい、あの監督が忘れておられました、ね。はい、持ってきてくれてるやん。西成ドラゴン、はい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 、はい、ビジュアルでございます。はい、はい、はい、今日はね、ね、その中からそうなんですよね、日浦監督がね、坂本慎吾監督が好きだということなんで、はい、簡単でございますけども、はい、はい、某国のいいですね。来ました、来ました、これ。これ良かったんですかね。はい、配られた2005年7月30日公開です。126分ですね。一応、まあ、話は大丈夫ね。海上自衛隊の維持艦に裏切り者が、ね、登場する。寺尾明さんね、でがスパイなのね。でそれをあの防御していくっていう船の中、船の上での中戦いみたいな感じでしたね。密室のね、ですね、戦いですね。はい、はい、でこれが、坂本慎吾ね、監督でございまして、なんと約20億興収成績ございまして、興行成績ございまして、他の映画ありましたけどね、他の映画はやっぱり何片手ぐらいしかいってないので、ね、はいはいはい、私もそんなにね、すいません、見てないんですよ。坂本見てないのに語りますよ、この人は。いや、これはありました。見たのはこれと、はい、この間紹介した一度も。ああ、なるほど、なるほど。そしてなぜか、失敗作の北の彼方です。失敗作言うな。だから、どついたうてんとかね、あの辺だから、通天閣映る映画を見てないので、ね、ああ、はいはいはい、なんかそういう感じがあります。はい、まあ、ほんでこの映画がなぜヒットしたかというとですね、これ原作が福井春敏さん、はい、そうです。で、あの機動戦士ガンダム UC さんも小説してるので、はいはい、なんとこの年にですね、はい、立て続けですよ、映画が。真夏のオリオン、はいはいはい、あ、じゃあローレライが3月に公開になって、はい、で6月に戦国自衛隊1549が公開になって、でこれが7月3日、はい、立て続けにやったというね、うん、作品でございます。でこの人は、まあ、真夏のオリオンとか空母行くとか、だいたい自衛隊を扱った作品が多いんで、はい、これもその形になってます。リマリア、そうです、はい、で実はこの時に関西披露試写会で私坂本慎吾監督を見てるんです、うん、見てる、ね、見ただけ、見ただけ、うん、だから私は今回ちょっと、はい、会えたらいいなと思うんですけど、その時、ぜひぜひ、その時一応あの、あれでしょ、佐藤浩市さんと中井貴一さんも来てて、あ、はいはいはい、で会場にはあのあれでしょ、辰吉さんが来てたというで流れで、うん、坂本慎吾監督があれですけど、城成田という、あ、そうドキュメンタリーが撮ってはったという、はいはいはい、そういう流れ、はいはいはい、でございます。だからそんな感じで、はい、一応まあ思い出の作品で、これはあの、勝地涼さんですかね、はい、で我々その時にはすごくあのいい役者になるなと思ったので、うん、はい、ね、生活ね、生活みたいに撮りますけどね、はいはい、演技祝いということで見ていただきたいと思います。坂本慎吾監督の中から1本、はいはいはい、そして、このドラゴン映画祭の中でですね、日浦監督のね、はい、吉山一郎チラッとだけチラッとだけ、はい、チラッとだけ、はい、これは11時からですよね、はい、なんで、はい、で、3時からですね、はい、迫田君彦監督の、はい、はい、これまたやりました。君がいる点、いた点、そんな時あるね順番間違うと、点が場所を間違うとおかしい、はいはい、これはあの、今年公開になります。先ほど言ってあった商業映画でございますよね、はい、まあ、広島呉を舞台にした、はい、作品ですね。話で言うと、まあ、あの、まあ、ハーフの男の子が転校生に来てちょっといじめられるという話と、で その子と親しくなる日本人の、男の子の話で、ほんで、まあ、放送部に、はい、なんか興味があって、うん、で、臨時で来る女の人、図書室に乗る女の先生にちょっと恋心を描くという、ハートウォーミングな、やんわりした、あの激しい話始めに、やんわりした、ね、やわりした作品でございました。はい、監督もなんかやんわりしてはったので、あのお会いしましたけどね。そうなんですね。だから映画も、ね、はい、映画もやんわりしてますけど、あの監督では、はい、長編、初めての作品で、主演を演じてるのも、マサマヨール正しいね、はい。この人も一応、はいはいはい、その前やってます。で、あとは、広島、やっぱり前の人を使ってます。実はね、小島藤子さんという、ね、女優さんが使ってるんですけども、はいはい、この方は今、人気アイドルグループ ABCG が出てる、俺たち応援団も出てるという。ABCG です。はい。っていう感じでございます。なんかね、ちょっと本当は夏に見てほしい
あ、そうですよね、うん、まあ、ちょっとだいぶ冷えてきましたけど、うん、なんかね、監督が戻るのがちょっと引きこもりでしたよ。あ、そうなんですか。言ってますよね、本人で。でもなんか髪の毛茶髪でしたね。あ、うん、まあ引きこもりでも茶髪には、ね、なってもいいんでね、別にね、はい、あの、お待ちしてます。あの、はい、ちょっと何本か、はい、ドラゴン映画館から見たかっていうのがいろいろ言いたいですけどね、はい、はい、まあ、またなんかその辺はあのなんかあのシネマ好きとかいろんなところで書いてるみたいなんで、そうですね、見ていただければ、はい、見ていただければと思います、はい、私も一応最終日ね、はい、一応監督の作品に、はい、顔を出して、ありがとうございます。あと本当はニワトリスター見たかったんですけど、ニワトリスター見るとこれが見れない、はい、ニワトリスターのラストをやめてこれを見て、はい、見ていただきたいと思います。これ多分丸かバツかな、バツバチです。以上、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい。はい。ということで、エンディングでございます。はい。なんか、ものすごい狭い感じになりましたね。急に、だいぶ圧が入ってますけど、はい。まあ、今日はね、あの、カウント監督来ていただいて、21、22、23の、ドラゴン映画祭、来週ですね、はい、の、その告知ということで来ていただいたんですけども、はい、どうでした？番組ちょっと参加してみられて。いや、ね、うん、10分のプレゼン、あの、プレゼンで短いのが難しい。長いの結構難しい。難しい。かなり難しい。この辺にタイム出してどうしよう。一応ここ置いててんけど、ね。僕も結構喋りやから。うん、10分案外、まあ喋り出したら短い。うん、そうそうそう。多分ヒューラー監督言うてもらわへんかったら、多分喋っちゃう。あと10秒です。言うた瞬間で、うわぁめちゃめちゃ面白かった。いやでもほんまね、楽しかったです。はい、いやいや、ありがとうございます。あの、はい、また来たいぐらいです。あなんかいやいや、いや、次はだからほら。本命の方の、あ、いいですか、本命の方の公開前に営業させてもらっていいですか。もちろんもちろん、これ営業利用全然 OK ですから、はい、どんどん営業利用しに来てください。はい、じゃ次は僕の映画のカバーで、あ、ぜひぜひぜひ来てください。はい、またお待ちしてます。はい、ありがとうございます。はい、ということで、まあ今日はね、こんな感じで終わ、終わらせていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。